うん、上海で CICA 開催、習近平とプーチンがラブラブ演出クエスチョンマークということは、ええ、本当はラブラブじゃないということですよね。これ演出ってことは、まあラブラブいや、もともとプーチンさんって、ええ、中国嫌いだと私は見てたんですよ。いや嫌いでしょう絶対。嫌いでしょう絶対。顔全然笑ってないじゃん、うん、だけど習近平さんがプーチンを見る目はハートマークですよね、はい、いつもね。 まあ、あの人は外国の首脳と会った時に笑わないって言われてるんですけど、うん、プーチンの時だけ笑顔を見せるってよく言われるんですよね。あ、そうなんだ、うん、好きなんですよ、うん、で、まあ、上海で CICA アジア信頼醸成措置会議というサミットが、まあ、行われたんですけれども、うん、これは、まあ、要するにアメリカ中心の、まあ、アジア関係に対して、まあ、中ロ中心のアジア関係をこうアピールするという、まあ、そういう、まあ、4回目の会議らしいですけども、これ上海協力会議って2001年ぐらいから、ね、あれを何膨らましてるんですか。これいや、あれとは別ですね。別枠なの、うん、あれはもっとカザフとかああいうところ入ってたと思うんですけど、カザフ、まあ、あそっか、これも入ってます、これも入ってますよ、ね、もうスタンの国ばっかりですよ。カザフ、キルギスタン、あ、そうかそうか、20、うんうん、まあ、膨らましたっていう形になっていいのかな、まあ、まあ、安全保障の意味では、うん、大体役割的には同じなんですけど、まあ、もっとアジアですよね。あれは、うん、上海の方はもっとその中東というかウイグル狙いの目的の、あんま聞いたことなかったんですけど、 CICA ってこれは本当に何毎年なんか一応、いや、だからよ、私も、いや、私もね、本当にっていうか意味あったのかなみたいな、ああ、で、まあ、4回、第4回って言われてるんで、主だったところどこの国が入ってるんですか。まあ、中国、ロシアが中心ですね。インド、韓国、ベトナム、イラン、トルコ、あと、まあ、スタンですね。韓国も入ってるんだ、うん、で、まあ、一応日本、アメリカもオブザーバーとしてなんか呼ばれたらしいですけれども、うん、で、まあ、これやっぱり目玉はロシアとの習近平とプーチン その首脳会談、習近平さんとプーチンさんの、ね、首脳会談だと言われてて、で、まあ、もうこの時 その雰囲気というか、まあ、結構もう習近平嬉しくて仕方がない。で、上海、場所が上海なんで、まあ、上海って習近平さん昔初期やってたところなんで、うん、もう自分の地元にプーチン来てくれたわーいみたいな感じだったんですよ。で、まあ、よく知られた話なんですけど、習近平さん憧れが毛沢東、鄧小平、それからプーチンだって言われてるんですね。つまり、いわゆる皇帝ですよ。独裁者って言ってもいいかな。で、まあ、ずっとアプローチしてて、一番最初に習近平さんが外遊に行ったのもロシアだったんだけれども、うん、その時はやっぱりプーチンさんの態度っていうのはちょっと冷たかった、うん、やっぱりロシアっていうのは伝統的に中国をすごく警戒してるんですよね、うん、で、まあ、本当は最初の訪問の時にも反ファシスト戦争の勝利を確認するっていうようなね、まあ、何かというと、反ファシスト戦争の勝利の確認っていうのは尖閣ですよね。あれを盛り込んでですね、ロシアにその中国 のつまり東シナ海尖閣の問題での立場を支持してもらおうという魂胆だったんですけど、ロシアがそれに乗らなかったんですよね。で、まあ、そういうふうな態度をずっとロシアが続けてて、でその、まあ、態度が今年の入って、まあ、春になって変わった、まあ、理由は分かってますけどね、クリミアの問題なんですけれども、でさすがにロシアが今年になってその中国のことを同盟国と言い始めたりとか、うん、で、まあ、東シナ海で史上最大規模というか過去最大規模の軍事演習を行って、で、まあね、自衛隊機が近づいたとかって中国がこう怒ったりしてみたりとか、まあ、そういう、こう中ロ急接近を印象づける出来事が今続いてますということなんですよね、うん、でも習近平にしてみたら嬉しくて仕方がない、うん、ずっと憧れていたプーチンがようやく私のことを見てくれたみたいな感じで、で、まあ、プーチンさんも江沢民さんと会って、まあ、江沢民さんとはまあ古い付き合いなんで、うん、まあ、これも勝手にあったんじゃなくて、やはり習近平さんがちゃんとお膳立てしたというふうな話もありましたし、まあ、中国への その天然ガス供給で、まあ、ずっと課題だったんですけども、まあ、合意したりとか、はい、でこれはやっぱり客観的に見ると中国は随分妥協した、うん、で中国っていうのはただで妥協する国じゃないので、この妥協の見返りにロシアから何をしてもらうだろうっていうのが、まあ、ポイントなんですけども、まあ、来年中国的に言うと反ファシスト戦争大勝利70周年なので、うん、まあ、それ何かっていうと、まあ、東シナ海 の尖閣の問題なんで、そこら辺でそのロシアがその
中国の立場支持とかやってくれるかなというのが多分期待の中にあると思うんですよね、で、まあ、ロシアからすると、まあ、ウクライナ問題で、まあ、欧米がロシアの警戒に、ね、高めてるし、しかも日本がねやっぱり欧米側サイドに立っちゃってるんで、まあ、なんていうんですか、やっぱりアメリカとの関係のバランスから言うと中国警戒してるけれども仲良くせざるを得ないという態度ですよね、だまあこれはもうその全体の国際社会全体の中の、まあ、中国とアメリカ、ロシアとアメリカ、そして日本と、まあ、ロシア中国のその、バランスの中でロシアがこうどういう立場を取るかっていうことですよね。チャンネル登録もよろしくお願いします。